皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。MLB、ブルワーズ、ドジャース、日本時間14日、ミルウォーキー。ドジャースの大谷翔平投手は13日、日本時間14日、敵地でのブルワーズ戦に1番、指名打者で出場。1点リードの3回2死で迎えた第2打席で、2試合連続の37号本塁打を放った。ホームランキング争いで、 マルセル・セオズナガイアシュブレーブスに2本差しをつけた。実際の映像、右翼手は動かず見送るだけ、完璧すぎる大谷翔平の37号ソロ。大谷が2戦連続アーチをかけた。元ソフトバンク右腕、コリン・レイー手の88.2マイル、約141年9月キロ、を粉砕した。右翼席へ打球速度109.3マイル。 約175年9月キロ、飛距離413フィート、約125年8月メートルの豪快弾。右翼手も一歩もどうない豪快弾に、球場は騒然とした雰囲気に包まれた。12日、同13日の同カードでは5回無視1塁の第3打席で36号を放った。カウント3、0から左中間に放り込んだ。連日の一発で、 年間49本ペースとした。8月の成績は試合前時点で10試合に出場して打率点191、42打数8安打、4本塁打、9打点。打率は高くないが、本塁打は着実に重ねている。ここから一気に加速していくような2試合連続弾となった。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。